今日も始めました赤手軽くんのやったりさタグラジーということで、はい、こんばんは。久しぶりです。お久しぶりです。お待たせいたしました。2週間ぶりか。2週間ぶりぐらい。まあこの2週間の間にね、32歳になりまして、9月8日かクーパーね、クーパークーパーの日で、まあ別にクーパーズのクーパーは別に俺誕生日が取ったクーパーじゃないんだけど、たまたまなんですけど、まあ、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます誰言えっていやいやいや、ありがとうって聞こえたからあ、いやいやいや、ありがとうございますお笑い、お笑い、いや、ごめんなさい、いいよ、いいよということで、ヤクルトの村上くん55号ホームラン、ホームラン王さんと並ぶ。あと何試合ぐらいあるの？あと15試合だったかな、14か15ぐらいマジで、日本記録が60本だから、はいはいはい、で15試合であと5本打てばいい。すごっ。もう6本か、6本か。でもペース的にはあの全然いけるペースではあります。すごっ。そうそうそう、前なんか王さんのなんかやつあったじゃん、コメントな。コメント、そう、すごいわけよ。かっこいいよね。自分が越される瞬間に言えるかっていうのが、いや、もうこの難しい世の中でこんだけ立派にやってかっこいいみたいなことを王さんが言ったのが俺はかっこいいと思う。うん、確かに確かに。だって最近いたよ、ある他のね、プロ野球選手が自分の記録抜かれたときに、いや、うちの時代の方が厳しかったけどねダサっていやいや、ダサいな、うん、そういう時代もある。でも現代だから、今だからね、生きてるの、うん、そうね、うん、過去じゃないから、まあ、やってるのも今の人だし、今の人だし、そうそう、これ野球だけじゃないけどね。それだからたまにいるじゃん、あの会社の上司とかが、いや、俺たちの時代はもっと頑張ったけどね、うん、でも結果お前の立場そうだけじゃんっていうそうね、なんかね、もっと厳しい時代に生まれたからねって言うけど、まあ大事なのは今の方が厳しいよね。今の方が厳しいって言ったら、また俺はまた上の人たちにね、じゃ歯向かってるように聞こえるけど、大事なのは今で、まあ、そうそう、それこれからも大事。そうだね、そういうところ、そういう意味、本当に。でもそれが言いたかったでしょ。そう、それが言いたかった。ありがとうございます。ってことで、うん、あとちょっとなんか大きい、大丈夫、うん、あ、どうだろう、デレレレー、はい、で、はい、今日なんですけど、うん、最近ちょっとあの新しいもので言ったら、やりたいこととやりたくないこと、うんうん、ありますか、やりたいこと。みんなあるんじゃん、やりたいこと。何やりたいのか、みんなやりたいことって何があるのか。最近さ、昨日なんだけど、この友達と話してる時に、うんうんうん、この職場に新しいアルバイトの子が入ったみたい、高校1、2年生ぐらいの子が入って、うん、でその子のやりたくないことが、うん、まず仕事、うん、がやりたくない、うん、だけどお金は稼ぎたい、うん、で仕事も楽な仕事がしたいみたいな、うん、あが、そういう仕事をやりたいみたいな、うん、あ、やりたいことは仕事はやりたくないんだけど楽して稼げるんだったらやりたいってことか。そう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 、いいんじゃないっていう。俺は昔は怒ってたよ。うん。あ、でもまあそれなりよ。だってやれることのないお前にあげる給料はどこもないですよ。ちゃんとね。あ、そうそう、だから対価が必要だもんね。そう、だから何かできるっていう能力を見せつければ別にいいんじゃない。うん、だからもしその子がマジでプログラミングとか超ヤバかったら、うん、それはそれでそのスキルの対価を払ってくれる会社に。行けばいいだけだし、ね、でもなんかその仕事をやりたくないって言ってる時点でなんか終わってるけどな、俺がしたら。まあそうね、なんていうの、あ、まあまあ言い回しがそうか。俺はだから仕事をやりたくないってよりはやりたいことが仕事になったらいいと思ってるだけだから、うんうん、だからでもやりたいことが仕事になった時って苦しいで、苦しい。イメージ的やね。そうそう、例えば料理が好きとかの時に、うん、料理の仕事がしたい、うん、料理が好きだから、うん、で料理するじゃん、うん、でもなんか料理ずっとやってたら嫌いになってきそうな、なるなるなる、イメージがあるから。俺もなったもんなったなったそうだな。俺も調理師学校行ってさ、日本料理屋さんとかで働くじゃん、うんうんうん、和食屋さんみたいなね、働いて嫌ってほど料理するわけよ、うん、で嫌ってほど食材とかね、あーそっかそっか、対話するじゃん食材と、うん、でなんかのアニメみたいなでやってほどその時間に費やすよね、うんうんうん、で気がつくと料理が好きで始めたはずなのに料理したくなくなってくるのよ。へえ、うん、
そういうパターンもある。うん、分かる分かる分かる。だからゲーム好きな人がじゃあ本当に好きだったら24時間やってってお願いされて、うん、俺1万円あげるよってヨー君に、うんうん、その代わりこのゲーム24時間でクリアしてって、うん、できるから一応24時間でクリアできるゲームを渡されて、あ渡されてね、はいはいはい、でも1回も消すなよ、うん、って言われたらきつくない？きつい。嫌いになりそうじゃない、うん、それもういいってなる。そうだから結局やりたいことって自分が率先してやりたいことであり、そうね、なんかさっき言ったね、料理もやりたいからやったものの、うん、結果的にやらされてる感じになると、そっかそっか、うん、やりたいことをやりたい時にやれるのが幸せなのかな。そう、やりたいことを追求させられるのはきついと思う。それが仕事になるのがまたちょっと辛いってことね。趣味だったらやりたい時にやれる、だからやりたいことをやるためにやりたくないこともやらないといけないことあるよね、うんうんうん、でもやりたくないことを、やりたいことができない、んやりたい、やりたいことをやるためにやりたくないことをすることあるじゃん、するんだけど、それのせい であれやりたいことができないってこと、そうそうなるのがってこと、なんか難しいな、ちょっと整理しましょうねすいません、まあ、要はやりたくないこともうやもう次行きましょうかということで、まあまあまあ結局皆さんあれですよ、あの転職をうん、見つけてほしいなと。確かに天にね、転職って、転職ってあの次の仕事を探すじゃなくて、ね、自分に合った天から、天からの授かり物ですよ。 天から召された使命が転職っていうところで、うん、まあ、でも見つけるのってなかなかね、うん、難しいよね絶対転職、うん、難しいんじゃない、いろんな種類あるもんな、だからじゃあ頭使って仕事することを、うんうん、体使って仕事することとか、うん、いろんなのがあるさ、うん、自分に何が合ってるなんてやらないと分かんないからね、うん、そうね、出会うためにはやっぱちょっと時間かかるよね。そう、しかもたくさんいろんなことをした方がね。でも最近なんか映画見たけど、努力することがやっぱ最強みたい。ああ、天才より、はい、はい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 、天才、ん？技術を持ったプロ野球選手とかで言ったら天才がいるじゃん、うん、天才型みたいな、天才型みたいな、うん、やっぱ努力してるやつの方がやっぱ上がってくるんだよね。はいはいはい、はい、最初はこう天才のやつが上だけど、うん、ちょっとずつこう抜いていく、そうそうそう、イメージってこと、若干こうってね、このどん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 突き詰めていく感じが、うん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 、だから最強なのは天才が努力し始めた時怖いよな、怖いな、あいつなんで頑張ってんのって、頑張らなくたっていいじゃんって思うもんな、恐ろしいもん、恐ろしい、天才が努力し始めたらちょっとブレーキかけるもんいやいや慌てんなって頑張んなってって見たくなるもん。でもなんか映画で最近見たけど、一番成功するパターン世の中で、うん、言いますよ、最近このくだり多いよな、うん、いや、どうぞ、はい、一番成功するのって天才とか努力じゃなくて、ほう、まあ、天才型がね、頑張ることだったり努力し続けるのが成功するパターンじゃなくて、うん、一番の成功は執念とか執着って、ほう、もう執着か、成功に執着する、意味わかる、何が何でもみたいな、そうそうそう、絶対にっていう思い、あー確かに強いな、努力より上に行ったよ、上に行ってるな、上に行ってるわ、努力はそこに行くために、うん、でしょ、うん、ためにとか、行けたらいい数、うん、俺の理想をに近づけるために努力する、もしくは天才は自分に才能があるからやってみた、うんうんうん、っていう曖昧な結果じゃん、うん、その努力とか天才って、執着と執念に関してはいやいや確実にっていう絶対にこれは成し遂げる、そう、もう絶対のちっちゃい通が8個ぐらい入ってる、絶対にぐらいそう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 、確かにな、うん、執着と執念がある人、うん、いや人じゃないね、執着と執念を持つこと、確かに、でもなかなか難しいね、でもそれってなんか怖いじゃん、なんか執着する、うん、執念深いとかさ、うん、ちょっとなんか言葉的に怖いじゃん、うんうん、なんかサイコパス的な感じに聞こえるじゃん、何々に執着する、執念を持ってるって、でもあのいい捉え方してくださいね、ここは、うん、そうね、っていうのは自分が本当にやりたいことをに執念執着があれば何にだってなれるよっていうところなんだよね、うん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 、そっか、
なんか自分が好きなことやるときってさ、でも最近も思うんだけどさ、やっぱり同じ方向性見てたよね。そうね、同じ方向性見た人と頑張りたいと思う、うん、俺は、うん、ない？ある。ベクトル、ベクトルな、ベクトル、ベクトルよ、ベクトル、ベクトル、ベクトルよ。そうそう、でもね、確かにこうみんなが言ってるときにこう行き始めたらちょっと怖いもんな。同じ方向性向いてやりたいよね、うん、だから組織なのにチームワークがないときが一番怖い。うん、そうね、確かに。だからすごい一人でいけるやつは、マンパワー持ってるやつはもう一人でいいじゃん、うん、一人でもうドリブルしてゴール目指すとか。そう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 、だけどチームワークを持って同じ方向性を持ってるんだったらそれはそれでいいことだから、うん、マンパワーはね、また一人の力が強すぎるからね、うん、いやそれもすごいんだけど、一人で成功させるっていう強い思いとかは、まあまあそれも大事かな。マンパワー、マンパワーのマンってあれだもんな、アンパンマンのマンだもんな。アンパンマンアン、まあ、アンパンマンのマンだね。だってマンパワーって要は一人の力がすごいわけだろ、うん、アンパンマンの世界って、あ、アンパンマンが支配してるじゃん支配って言ったらまたおかしな話になってくるけどアンパンマンの世界ってさ、あれじゃん、アンパンマンで出来上がってるさ。アンパンマンで出来上がってるんだ、アンパンマンいないと。だって苦しい時あったら全部アンパンマンなんでしょ。そうね、何かあったの、何かあったの、そうそう、ひ膝すりむいたらアンパンマンどういうお腹すいてもアンパンマンでしょ。確かに、いじめられてもアンパンマン、遠くからはーいって、そう、遠くから耳もないやつがはーいってくるアンパンマンってだからすごい、アンパンマンの世界すごいな、うん、しかも一撃だからな、アンパンチで。あ、確かにアンパンマン一撃だね。ワンパンマンとかな、ワンパンマンね、もう一緒あるだろ、近い、うん、もう見たことないんだけど、ワンパンマンは。アンパンマンだと思ってるから。うん、まあ、一緒、一緒、一緒だと思ってもらえば。まあ、なんかイメージで、まあ、結局一撃必殺。だから、要は結局最強なんでしょ。最強、最強。マンパワーだから、うん。アンパンマンの世界行ったらもう、アンパンマンしかないもんな。確かに。でも、アンパンマンのさ、うん、歌、聞いたことある？あるよ。あるよな。自己啓発推進委員会の歌な。そうなの？そうだよ。アンパンマンの歌、自己啓発がすごいもん。そうなの？アンパンマンマーチか。うん。はもう自己啓発の塊だから。アンパンマンマーチ、どんなのだったっけ？アンパンマン。あれ、何が君の幸せ？何をして喜ぶの？自己啓発やん。何が君の幸せで、何をして喜ぶの？わからないまま終わる。そんなのは嫌だ。確かに、うん、あるよ、ガシにも、うん、忘れないで夢をこぼさないで涙だから行くんだどこまでも。ああ、もう自己啓発ですよ。だから自分たちは多分3歳とかからアンパンマンの歌歌ってるでしょ。そうね、自然と、自然と俺たち自己啓発歌ってたよ、ね、唱えてた。もうポジティブだね。ポジティブ、これはアンパンマン体操もそうだから。あ、そうなの？もし自信をなくして、あ、そっか、確かに、くじけそうになったらいいことだけ、いいことだけを思い出せみたいなあの、すごいな、すごい、うん、どういうことだね。他には、なんか、あるようだから、そうさ、空と海を越えて風のように走れ、はいはいはい、夢と愛を連れて地球をひとっ飛びしようと。だからこれ、すごいのが、アンパンマンは君さ、元気を出して、うん、アンパンマンは君さでしょ。アンパンマンは君さって、うん、アンパンマンは君ってことは、アンパンマン存在しないってことでしょ。アンパンマンはあなたたちの心の奥底だよでしょ。言い回し的にそうじゃん。そうだね、アンパンマンは君だよ、だから元気を出して、アンパンマンは君だよ、力の限り。確かに、君は優しいヒーローさって、なんかもうアンパンマンってもう存在しないわけ。確かに、アンパンマンは君、そっか、アンパンマンはあなただよ、あなたの心にあるよ、誰にだってなれるし、誰だってアンパンマンになれるんだよっていう思いが、だからアンパンマンは自己啓発だわけ。へえ、すごいよね。すごい、だからアンパンマンの歌もぜひ聴いてほしい。自己啓発ですから。確かに、毎日聴いた方がいい、前向きになれると思う。
バカらしいけどね、言葉の使い方は。だって、3歳児が喜ぶように作られてるんだから。でも、単純明快、なんだ、明快、単純明快ですよ、本当にもう。さすごいね。アンパンマンってそんな深かったんだ。深い。にしても、アンパンマン体操とアンパンマンマーチはすごいけど、ゆきりんりんはすごくない。歌詞はすごいのに。あ、歌詞じゃない。タイトルはすごいのに。ゆきりんりん。あ、そうだな。ゆきりんりんこそ。ゆきりんりんの歌詞見たらウケるよ。うん。ゆきの鈴がりりんりん、不思議な冒険、ルンルンルン。もうこの時点で薄いじゃん。うん、で、アンパン、食パン、カレーパン、ジャムバタチーズ、ランランランじゃん。これもうポケモン言えるかなと一緒だから。確かに。こんだけそう。キャラの説明だから、さすがに。名前を言っていくだけだから。確かに。だってもう、アンパンマン体操とアンパンマンマーチに関しては、もう自己啓発の塊だよ。そうね、確かにね。ね。だけど、ユキの鈴がリリンリンは、ただの紹介。ユキリンリンの方がなんか、そうだな。前向きな感じするよな。前向きなタイトルな感じするけどな。うん、そう。面白いね、アンパンマン。やっぱだから、小さい頃からみんなが憧れる、うん、なんていうのかな、アンパンマンのその凄さで、マンパワー、うん、確かにそう考えたらね、アンパンマンなんか、ミスターなんかいるわけよ、あのこのなんていうの、喧嘩になるから、うんうん、アンパンマンってやっつけるじゃん、うんうんうん、あ、見せたくないと、そう、あ、確かにアンパンチで最初のいじめって始まるもんな。保育園ぐらいの時にあったよな、アンパンチってやってたもん俺も、人のこと殴ってたもん、そう、うん、だから見せたくないっていう、確かに見せたくないな、だけど歌詞はね、歌は聴かせた方がいい気がする、でもあれでも一歩間違えたら支配者になるからな。アンパンマンの世界に憧れたやつは確かにな、支配者を目指すかもしれない。ありえるな、ありえない、ありえないな。なんでよ。なんで。最強だよ。アンパンマンが法律なんだから、あの国は。そっか。そうだよ。だって、俺たちは苦しいことがあったら、助けてって、うん、友達を助けてって言ったり、うん、お父さんお母さんに助けて、ね、家族に助けを求めたり、うん、で会社として苦しければ、ね、そういう働くためのね、そういう企業、例えば中小企業支援センターとかに助けてって言うし、労働に関して俺たちがさ、すごいなんてブラック企業に雇われてたら労働局に対して助けてっていうじゃん、うんうんうん、アンパンマンの世界は全部アンパンマンに行くから。でしょ、確かにいろんな悩みもアンパンマンだね、うん、金銭トラブル、不倫とかそういう、なんていうの、殺人、放火、金銭トラブル、男女関係に関しても全部アンパンマンがどうにかしてくれる。アンパンの中でその描写は絶対ないよ。そっか、いやね、ポケットから、これでいいかって。通貨もないもんな、アンパンマンの世界は。あ、そうね、なんか、物々交換みたいな。物々交換みたいなね、なんか、ね、なったね。どうですか、アンパンマン見たくなったでしょ。アンパンマンの紹介なんだ。アンパンマン、いいですね。では次は、ドラえもんの話をね、次回紹介していきたいと思います。はい、絶対嘘だろ、アンパンマン。ってことで、うん、また、今週は今、木曜日、そうね、木曜日、明日から金土日と週末、うん、いいですか、もう締めて今日は。いいんじゃない、結構話したから、話盛り上がったしな、盛り上がったってことで、うん、また週末皆さんが元気に過ごせますように、はい、ポジティブシーキン、ありがとうございました。最近ね、あの薬局の店員さんにあの冗談言われたんですよ、でも薬とも笑えなかったんで。